ロボットが上陸したそうです。なんだって？すぐ行かなきゃ。待ってください、カイロボットが何かアナウンスを流しているそうです。アナウンス？映像を出します。ロボットが喋った。あいつらは人間の言葉がわかるんだ。北極の民、北領軍って言ってました。カイロボットが人間の言葉を話すはずがないんですが。考えられることは、生きていた行方不明の北極基地の人たちが。そう考えればカイロボットが改良され続けているのも納得がいく。まさか兄さんが生きている。全ての元凶は兄さん、あなたなのか。とにかくまずはあのカイロボットを何とかしましょう。よし、出動だ。
もしも、クラウス博士が生きているとしたら、この戦いは博士にとって、辛いものになるかも。いいえ、そんなことはありません。え？兄さんの仇を討つために戦ってきたわけではありませんから。博士。兄さん、あなたは私の目標だった。私は、天才科学者と言われた兄さんを超えようと。今日まで、兄さんが残したロボットを倒すことで証明したかった。でも、兄さんは生きている。今度こそ、私はあなたを超える。またやっちゃったな。ジャゲヤたち大丈夫かな。よう、ボス。あ、どうも。このビルを見てたのかい。ここにはもう奴らはいねえよ。勝ったんだよ。俺たち10人の勝利だ。え？富士商会は倒産しちまったんだ。俺たちの抗議と度重なるビルの倒壊でな。これからこのビルは町の施設として使うことになるだろうな。いろいろありがとう、マモルくん。え？富士商会のこととかいろいろうまくいってるのってなんかマモルくんのおかげな気がするんだ。これお礼と言っちゃなんだけどあげるよ。お守り？マモルくんはいろいろと危ない目にも遭うらしいし、お守りを人にあげるなんて私の柄じゃないんだけど、笑わずにもらってよ。ありがとう、大事にする。今忙しいのよ。誰かさんが町を壊した後始末でね。なかなかいい状態よ。この調子で行きたいわね。鳥の市民から寄付を募るって手があるけど、あまりおすすめできないわね。どうしたの一体。こんなこともあろうかとガレスに新機能を搭載しておきました。新機能？変形機能です。ガレスは走行形態へチェンジできるんですよ。走行形態？ガレスは機関車みたいに走れるのか？そういうことならとにかくガレスで急ぐのよ。マモル君、君は今変形したガレスの上に乗っています。そのまま現場に向かってください。
操縦方法はいつもの通りです。 R1 プラス L1 で前進、 R1 プラス R2 で右ターン、 L1 プラス L2 で左ターン。では健闘を祈ります。
走行形態か。すごいな、ガレスは。これからは決めポーズを取ってから R2 ボタンと L2 ボタンを同時に押すと変形です。守る君、どうしました？いいでしょう。ただし、お金がかかりますよ。ロボットを選んでください。走行形態にチェンジします。変形時の操作はアクセル R1 プラス L1、 ターン R1 プラス R2、 L1 プラス L2、 変形解除 R2 プラス L2。ガレス最強の技、走行形態で体当たり攻撃を行います。古代科学を利用したガレス最強最後の技です。あら、マモルくん。あ、沙織先生、また買い物ですか？そうなの、また学校壊れちゃったし、やることないから。そうですか、早く学校が治るといいですね。沙織先生の顔が見られないからみんな寂しがってますよ。いいのよ、お世辞言わなくても。本当はみんな学校なんかなくなっちゃえって思ってるんだわ。だからカイロボットが学校を壊すのよ。そんなことないですよ。沙織先生に会えなくて
本当に寂しいです。本当？本当です。僕は沙織先生に会えなくて寂しいです。ありがとう、マモル君。じゃあ頑張ってください。ん？学校か。次は気をつけよう。